はい、皆さんこんにちは、ジャッケーチャンネルです。今日ご紹介する商品はこちら、ローリーのアップルウォッチ用モバイルバッテリーになります。こちらの商品はローリーさんから商品提供を受けております。忖度のないレビューをお願いしますと言われておりますので、お受けすることにしました。良かったポイント、あとは気になったポイントなどあればレビューしていきたいと思います。何がアップルウォッチ用かというと、こちらにイラストが書いてありますけども、この気になるね、おへそみたいなもの、これが何なのか早速アンボックスしていってみましょう。では開封していきます。はい、それではご開帳です。まずですね、ペライチの、取扱説明書ですね。あ、こちら日本語だけですね。こんな感じのマニュアルになっております。こちら充電ケーブルはタイプ A とタイプ C になっております。こちらが本体になります。はい、本体はね、こんな感じで、ちょっとパッと見はですね、なんかちょっとカメラのアイコンみたいで、なんか可愛いですよね。で、このカメラのレンズみたいに見えているところが Apple Watch の充電の台になっているということです。でね、こちらのストラップみたいに見えるものなんですが、 iPhone の充電用のライトニング端子がここにあって、これを引っ張り出すと、この今ストラップみたいに見えているものが引っ張り出されるという、結構面白い作りになってます。で、この引っ張り出しているこのケーブル自体は材質的にはシリコン系のきしめんタイプのやつですね。ただね、これしまった時にですね、ここをストラップのように使うのはちょっとなんかこのライトニング端子が断線してしまいそうで、ちょっと心配なので、ストラップとして使うのはちょっと僕はやめとこうかなと思っております。で、本体の方はですね、ソフトフィール塗装で施されております。裏に PSE マークが入って、 USB-C の端子、あとはメインスイッチで、インジケーターが4つあります。こちらの USB-C の端子の部分は入力出力両方できるそうです。はい、こちらですね、今左側に見えているのがアンカーパワーコアマグネティック5000になります。こちらね、マグネティックなチャージャーということで、こちらのバッテリー容量と今回ご紹介しているこちらのバッテリー容量は同じく 5000mAh となっております。大きさなんですが、高さはアンカーさんの方が少し高いですね。で、幅は若干ローリーさんの方が大きいかな。ただね、大きく違うのは厚みの方で、かなり厚みがですね、違いますね。ローリーさんの方がかなり薄く感じます。で、持った感じもですね、やっぱり若干ローリーさんの方が軽く感じます。ちょっとこれ重さ比較していってみましょう。はい、それではね、アンカーさんの方先に乗せてみます。アンカーさんの方は 136g になります。それに対しまして、ローリーさんの方を測ってみたいと思います。あ、やっぱりローリーさんの方が軽いですね。 113g となっております。ということで、大きさ的にもですね、ローリーさんの方がスリムで重さも軽いということで、持ち歩くにはかなりいいんじゃないかなと思っております。じゃあちょっとね、開封したばかりで今 75% しか入っていなかったので、バッテリーのね、充電ケーブル挿してみて、何ワットぐらいで入っていくかちょっと見てみたいと思います。こちらですね、このケーブル、ここにですね、ワット数何ワットで入るかっていうのが表示されます。13W ですね。13W で入力ができます。ものによってはですね、こういうすごい速さで入るアダプターを使っても、一番ひどいとね、1W ずつしか入らないというような中にはございます。この状態で Apple Watch を充電してみたいと思います。ここに乗せていくと。この状態でスイッチを押します。やっぱ3秒ぐらいかかってますね。電源を切るときはスイッチを二度押しです。はい、スイッチを二度押ししましょう。あ、切れる方は3秒もかかってないかな。
もう一回スイッチ入れてみます。はい、入れました。はい、やっぱりね、電源入る方は3秒ぐらいかかっているイメージがあります。はい、Apple Watch が今充電されております。そして、はい、こちらですね、iPhone の6、はい、Apple Watch を充電しながら iPhone 6 2台いっぺんにね充電が可能となっております。はい、今ねこちらで Apple Watch を充電しながら iPhone の方も充電が進んでおります。この状態で今こちらに USB-C をつなぎました。で、こちらの反対側に今使っているこのマイクですね、マイクの裏んじのケース、充電できるかやってみたいと思います。ここの稲妻マーク、こちらの稲妻マーク、そしてこちらの赤い点滅ということで、この1台で3台いっぺんに充電をすることが可能となっております。これね、1台あればね、あとはこの USB Type-C のケーブルを持ち歩いてさえいれば、この3個のガジェットを出先でこの1台で充電することが可能となっております。はい、いかがだったでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。もしね、見てよかったなと思ったら、いいねとチャンネル登録、あとはコメントの方いただければ嬉しく思います。それでは皆さん、バイバーイ。